よそっすね。ピュッてリストだけじゃない。リストじゃない。最後一本ゴーランナーリードで先制うまいよ。大丈夫、大丈夫。いや、出てるのがいいんじゃない。いやいや、いや、パス見る。横下さっきに帰ってきたパスボールでしたっけ。え、これ足だった。いや、違う、小川さんのタイム。これがアウトになりそうだよ。セカンドのところで。ここで入ってる。こんな入ってる。ポテンシャル2人いるんだよ。今もう。ユサルさん。何点サヨイ横なんだよ、パッシーは。オッケー。そうそう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 。頼むよ、満塁だよ、満塁。俺、それで多分ダブルプレイになる。前に点取って頑張れ。まだ、ワンアウト。ワンアウトだからね。ゲッツはやめてね、ゲッツはね。サイドヨーデー、ワンアウトだよ、ワンアウト。外野。ファーストに一生懸命走ってよ、これでもね。タッチアップねー。おー、際どいでやめよう、際どいでやめよう。ボール割れちゃったんじゃないかな。バットもかわいそうだな。スイングが早すぎるんだよ。ボール飛ばないんだよ、なんだよ。あのスイング早すぎる。ボールが強すぎる。強いんじゃない。しぶれってさ、なんか、いかないよね、逆に。焦げてる匂いがするじゃん。すんげえスイングスピードだ。ちゃんと死んで、死んで。よし、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 よ私回ってくればいいです。まとめなきゃいけない。俺だけの。まとめなきゃいけない。うん。まとめなきゃいけない。おい、危ねえ。危ねえ。危ねえよ。続くんでしょうね。ちょっと。アウトになる危ないよと投げらんなくなるよ。次。怪我しちゃう。いいね。みんな今日打ちますね。一番打って一番打って一番打点曲げてるな。走って走ってないなないな。大丈夫。師匠師匠盗塁してるよ。打点1。小川さんもホーム入ってきてるね。そう入ってきて。小川さんちょっとさ今ちゃんと一緒に写真撮ってあのイントロに入れとくから。横縦横縦横縦デッドボール。今日本当に照明が丸くなってどうですか。もう突き抜く。後ろですね。後ろ出てたら月の声なかったですよ。次
それ買われちゃったから俺まで 5S のまま。こっちにずらさないんだ。あ、こういうこと？そうそうそう。いや、まあまあまあいいんじゃないの。それを分かりやすいのに誰か使うのか、まあ、分かるけど、言われるとイライラするから。ちょっと待って。いやー、宇佐美さん、僕らのあれだよ、うん、1時間コンビはいつもやるんだよ。1回じゃん、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 本負けして勝った。2人して、2人してダメなのか、決まるよ。戻れ、OK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 、戻って。今ね、もう普通にダッシュで戻れば、なんか全員戻りたい。まあいいや。スワットだよね。スワット。まあね。鈴木さんがなんか今おばあさんじゃない。釣、うん、られちゃったのか。ちょっとぼーっとしたね。いや打ってって打ってレトロ。今すごい低音。これ7で。そんな入ってんの？9本も1本。もう1本とか2桁だ。素晴らしい。すごいね。開幕戦から。ちなみに1、2番で4本だからね。本当に？9番。いいね。いいね。10割2人とも。いや、10割じゃない。あ、違うかよ。残り6番。おー、素晴らしい！すげえじゃん、川君も。左へ右へ。ナイバッチ！ナイスバッティングだね、これ加賀くんも、じゃあ今 6割6分6厘で3人が6分。すげえ。これいいね、これだけ1位。すげえ。ナイバッチ、どん詰まりだけど狙ってたって言えば嘘になる。すげえ音がしたよね、あれバコッて。すごい、10本目じゃない。開幕勝利じゃない？開幕勝利ってあんまり聞いたことないよね。で言ってるとね、何点入ったの？何点入ったの？逆転ぐらい。9点。本当？9点。今の回で9点。この回で9点。じゃあ今11対1巡以上してられた。1巡以上してますよ。してるんだ。川君からだったから。川君があれか。難しいな。あれあれあれ。やさしくして。やさしくして。24分。